はい、どうもこんにちは、シリカムです。ペンギンの問題 X 天空の七戦士やっていきたいと思います。今回は天空都市ですね。バイオレンスベッカム X で七星が修正のベッカムです。では行ってみましょう。前回入手した装備に着替えます。で、原生サイキックボール、ちょっと使いにくかったら、ちょっとまた装備着替えます。あ、こう投げ物系か。もうね、ほとんど忘れてるんで、マップはもうね、なんかもう初めて行くような感覚かな。これ美味しそうなたこ焼きだ。あ、いた。ベッカムさんが上にいた。これでもなんか戦った覚えやんな。こっちで合ってるみたい。あ、違う、え、合ってないのか。あら、これどうなってんだ。これこっちか。これで上に上がっていったらいいのか。あれ違うのかな。これ上に行けないな。これで、これ右でボスか。お、現れた。足攻撃入るな。うん、頭も攻撃入る。足もそこそこダメージ入るし。これはもう連打でいいでしょう。なかなかタフやな。よし、ガード。あ、ちょっと食らってもらった。よし、倒した。強そうな敵だね。気をつけて。コイン5000枚、ゴールドチケット1個、シルバーチケット1個、ブロンズチケット1個。はい、ということで、次が七星。修正のベッカム。ベッカム探しだ。さあ、どこにいるかな。何ベッカムだこれ。お手伝いベッカムか。うわ、また下だ。ちくしょう。うわー、ちょっと強いな。お前強いな。これ装備持ってなかったような気がするな。お、お手伝い、お手伝いブリム、お手伝いドレス、お手伝いボール。魔法使いベッカム。
魔法のひげ、魔法の衣、魔法の杖。なんか装備ガンガンもらえるな。あら、いない？ここじゃないかな？違うか？あ、いたいたいた。あ、いた、よかった。あら？あ、こっか。あ、よかった。あ、いた。無事発見しました。したか、ベッカム。意外に早かったな。修正のベッカム、なんか渋い感じやな。再び執政の力が必要となったのだな。はい、必要となりました。力を貸してもよいが、その前にお前の力を試さねばならん。はい、では行くぞベッカム。はい、我が名は伝説の執政、主政のベッカム。あ、主政か、修正やないわ、主政のベッカム。我が知識とこの鎧貫くことができるか。分厚い鎧やな。防御は硬いかな、これ。うわ、くそ、投げられた。こっちは投げる。うわ、投げられた。投げがうまいな、向こうのが。うわー、投げられて、どんどん。うわー、ここで必殺技か。おお、うわー、くそ。よし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 、中距離を保ち、あんま近づかない方がいいかな。投げたい投げたい。あー、投げられた。うわ、ここで来た、ここで来た。あー、危ねえ。うー、うわあ、やべ、また、また来た。ガロガロ。うわあ、うわあ、連発来るね。ああ、俺、ああ、くそー、やられた。まあいいや。どうやって、これ、どうやって投げるんだかな。よし。うわあ、また来たか。これ投げてくんだよな。あぶれ。あー、投げられた。あぶれ。あー、来んな、近づくな。うわー、やだ。こねろ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 。あ、これあれか、ガードするのか。こねろ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 。この投げてる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 。うわー、来た。ガード。これ、うわー、くそ。またか。このやろこのやろこのやろ、効かない。あともうちょい。投げた投げたり勝ち。オーケー。よし、勝った勝った勝った。よかった。よかった、勝った勝った。結構疲れるな、これ。面白いけど疲れるな、これ。強かった、今の。すっげえ、いい悲鳴出すな。いい悲鳴出してくれたな。なんと、我が鎧が、これほどまでとは。もう、ボロボロや。まだまだひよっこかと思っていたが、わしの間違いだったようだな。いや、強かったですよ。我が力、ベッカム、そなたに授けよう。ありがとうございます。おっと、ついでにこれもな。さらばだ、ベッカム、あとは頼んだぞ。はい。あー、いい、いい力が。なんでこれ、
主性ヘルム、主性アーマー、主性ブラスター。フリー探索を今やってきました。で、ベッカムもね、なんか装備もまた手に入れて、ね、まあ、ホクホクですけど、プチデビル祭りっていうのと、恒星のベッカムっていうのが出てるんで、まあ、恒星のベッカムもちろん、行ってみましょう。でまあ、パスワードでね、装備、強い装備とかをね、ネットで検索して、パスワード入力していただいたんで、まあ、かなり進めやすくなってます。で、それ以外でも装備がね、結構揃ってきたんで、ただこの七星のね、装備もなかなか強いんで、七星の装備でもね、いいんだけど。一本道っていうか、そんな迷わない感じだったんで、まあ、なんか、そんな時間かからないかな。おそらく。まあ、ちょっと長いことは長いんやけどね。マップ自体は。多分、あの、黄色い部屋に行く前、黄色い部屋に行く前の途中でいるんじゃないかな。あ、いたもん。もういたぞ。よかった、これ早い。ただやっぱ雑魚敵がやっぱ強くなっとるな。減りが早い。よし、ボスだ。ボスっていうか、七星。これ強そうだな。よくぞここまでたどり着いた。恒星のベッカム。さすがだな、ベッカム。七星のうち、6人までも倒したその力、試させて。いよいよ最後かな。我が名は、伝説の七星、恒星のベッカム。我が剣は天をも切り裂き。我が鎧はどのような攻撃も通さぬ。ベッカム、私に勝てるか？いざ、勝負！恒星のベッカムはもう装備がね、なんかすごいな、なんか、もういかにも強そうな装備だけど。来た、いきなりサダダ来たぞ。フラガード。あー、うわー、また来た。もうまた来た。ほらー。めちゃんこっちで。ちょっと待って、これ、ちょっと待って、えぐいこれ、むちゃくちゃ強い。はい、ということでちょっとね、装備を遠距離系に武器をしてみました。もうね、手も足も出らんで負けたんで、ちょっと装備と武器変えましたよ。遠距離で勝負だ。うわぁ、危ねえ。ちょっとね、早い攻撃が。うわぁ、また来た。きつ、これ。うわぁ、くっついてくるな。よし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 。よし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 。遠距離作戦。うわ、近づいてきた。うわぁ。ちょっと離れていく。離れて撃っていく。よし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 。うわ、来た。あ、危ない。ちょっと離れる。よし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 。よし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 。よしよしよし。
し、いい感じ、いい感じ、いい感じ。よしよし。あ、やべ。ちょっと近いかな。あ、やべ。やばいやばい。やばい、ちょっと離れたい。ちょっと回復しよるな。ちょっと待って、離れるよ。離れるよ。離れていくよ。こっち待って、もうちょい。あ、ちょい。あ、ちょい。よし、倒した。遠距離よかったな。よし、これでいい装備もらえる。いや、強かったな。この私を倒すとはな、見事だ。七星の力、天空の力、すべて預けよう。おお、七星の力、天空の力。頼んだぞ。サターンを必ずこの世から消し去ってくれ。オーケー、任しとき。これで、すっごい装備、すっごい装備いただきました。恒星ヘルム、恒星アーマー、恒星ダブルブレード。これでサタンをぶっ倒す。試練の塔の冒険が新しく追加されました。フリーターンス、これプチデビル祭りいたんだ。サタン、ん？サタンは試練のとこか。六魔将再び。天空の奇跡。これが新しいステージだな。試練の塔が新しいステージだ。で、その前にプチデビル祭りっていうのもあるんで、次回行ってみましょう。はい、ということで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。